あの発言したい方はよかったらぜひ手を挙げてこちらにいつでも言ってきてください。あのぜひ皆さんの意見が聞きたいとりあえずカナさんに渡します。こんにちは、加賀美と言います。まあアクターというものがあの参議院を通過してしまったよっていう話を聞いてですね、とんでもないことになるんだなと思って、外務委員会、次は外務委員会ということでそこを通しちゃいけないというところから、このアクターをどうにかしなきゃいけないという気持ちで、初めはファックスや電話で、外務委員の人に資料を送ったり話をしたりしましたけれども、その後は外務委員もさっさと通ってしまったので、本会議で採決しないようになんとか、ロビー活動で、説得を続けたということでございます。ロビー活動をする間にですね、分かってきたことはいろいろあるんですけれども、まずはアクタを知らない議員さんがいるっていうことですよね。それなんだっけという反応から入るような人が、最終的に採決に入っていくと。それからそうですね、あとやっぱり参議院に通ってからで国民がアクタは参議院に通っちゃったということでこう反対の声がいきなりこうずっとこう大きくなってアクタを採決しちゃいけないということをこういろんなファックスや電話する人たちが多くなって、それから多分議員さんたちもなんかアクタってまずいみたいだぞ、そういう意識が芽生えたようで、そこからどうすればいいのかといういろんなこう葛藤や検討が続いたというように感じています。いろいろな議員さんに話を聞く中では結局参議院の外交防衛委員会とか衆議院の外務委員会の答弁でいろんなことを引き出すということがアクタのいろんな危険性があるわけですけれども、その危険性を回避する手段としてどうも、いろんな意見を引き出すってことでいいんじゃないかということに落ち着いてしまったような感じがします。ある意味幸いと言いますか、そのいろんな危険性はないんだという答弁をいくつか引き出してはいるので、それがアクターが最悪の場合発行したときに、日本にとってはそれが保険になるということではあります。ただもともとそういう条文の中でそれが約束されていることではないので、まだまだずっと油断できないと、その条約を頼りにいろんな、人権侵害に関わるような言論弾圧が行われる可能性はあります。だからこれはずっと監視していかなくちゃいけない。それから、これ他の国にこれを、ある意味押し付けていくというか、一緒にやりましょうと外交を進めていくことになると思いますけれども、その時にその海外の国で批准された時にその国の法律がどうなっていくのかは何も約束されていないので、
その国にとって不幸な結果が起こるかもしれない。そういう責任が日本は持っていく、背負っていくということになります。そういう意味では海外の 人というか海外の国々に、アクターにはこういう危険性があるので、まあ、できれば批准しない方がいいと。万一批准する場合にはこういうことが危険性があるので、それは回避するように別の法律なり、まあ、最悪の場合日本のような答弁で、担保していく必要があるということが、まあ、そういうことを伝えていかなくちゃいけないと、思っています。まあ、そんなことの活動をこれからしていかなくちゃいけないじゃないかと思っています。で、今日は実はこういう反省会じゃないなくて、演じになってこうどうしようかと話をするのかなと思ってましたけれども、まあ、IWGさんも来ているということで、みんなこうやってじゃあこんなことしなくちゃいけないんじゃないかということを話していきたいと思います。来ていただいたんですね。はい、ありがとうございます。ただまあ、IWGAさんのこうやって映して、いろんなことを、まあ、配信して、まあ、テレビでは全然やりませんから、新聞でもほとんど取り上げないので、こういうことが唯一のアクターについての情報源だったり活動を知る唯一の手段です。だからとても大事なんですけれども、ただ私たちロビー活動をする中では、まあ、ロビー活動の中でも配信をしてたんですけれども、もちろんロビー活動は、まあ、そういう中で議員さんたちはどういう反応をするのかということを伝えることもとても大事だとは思います。ただ配信をするそういうグループということになりますと、会ってくれない議員さんがもうたくさん出てしまいました。そういう意味では国会の中、まあ、議員会館の中で、議員さんたちがどういう活動をするのか、どういう話をするのかってことを知ってもらうことも大事なんですけれども、ロビー活動そのもので、議員さんにとにかくたくさん会って話をするっていうことでは、まあ少し無理があったような気はしていて、どっちを優先することがいいのか考えていきたいと思っています。では次に行きましょうか。もう繰り返しになりますけど、もう本当にアクタを、止めたくてやってきたんですよ。で、本気でアクタを止めるって言った時に僕たちに何ができるか、これは皆さんに呼びかけて皆さんの協力をいただいて、アクターに反対する声を届ける、これで止めれると思ったんですね。で、実際それが効果があって、でこの間に多くの国会議員の方もアクターの危険性に気づいてくれたんですよ。ところが、アクターっていう法案が通ってしまった。で、僕たちはアクタ、この法案が危ないっていうことが分かっていて、それを止めるために皆さんに協力を求めてきた。決してアクタ危ないよって皆さんに危険、皆さんの危険を不安を煽るためにやってきたわけじゃないんですよ。ところがこの
アクタンは通ってしまって、今皆さんに協力呼びかけて、アクタに反対してください、アクタ危ないですよって協力呼びかけたところで、ね、皆さんが声を上げれば止めれますって責任持って言えますかっていうことなんです。僕らは精一杯アクタ止めるために、まだこう、ね、ああいう形で通ったから無効化できるんじゃないかとか、批准国が揃わなかったら執行されないからなんとかできるんじゃないかとか、いろいろ考えてる。だけど皆さんに協力呼びかけるときに、ね、責任持って、ね、声を上げてくださいって言えるか、こういうことなんですよ。散々皆さんにこんなことがありました、危ない危ないって皆さんの不安を煽っておいて、何も止めることができない、これ最悪ですよ。今アクターの法案通ってから、さらにこのアクターの問題大きく広がって、僕たちが、ここでやった、一番多かった時よりももっと多くの声が上がってると思います。だけどいくら、まあ、原発問題もそうですけど、このアクタの問題もアクタ反対アクタ反対って仕事も休んで我が身を削って国民みんなで声を上げたところで止めれなかったら意味ないんですよ。散々声上げさせておいて止めれない、最悪な結果ですよ。だからこそまず今どこに力を入れれば止めれるか、そういった真剣な議論をしたいんですね。我々も一緒に、一生懸命考えて次の活動やり始めてますけど、やっぱりそういう状態で責任ある呼びかけができない、皆さんも反アクタの声を上げてくださいと責任あることが言えない、そういう立場で、何か、我々の活動にご意見ありましたら、ぜひ、手を挙げて、言っていただければ、回しますし、ネット上でも呼びかけていきますので声をかけてください。お願いします。はい、今日は反省会ということでですね、私もいさだかばかり、今回の反アクタの活動かなり遅い段階で私参加しましたんで、まず、その部分を、率直に自己批判したいと思います。早いうちに気づいていながら、実のところ IT というのは苦手分野で私語ることができるんだろうかというその自信のなさから、二の足を踏んでしまい、いさだかばかりも、3週が遅れてしまったことを、深くお詫びさせていただきます。その上でですね、動き出してからなんですけど、私正直もう時間がないっていうことで、はっきり言って一般の方々に対するアピールはもうこれ ほぼ諦めてました。で、私が どこに向いてアピールしてたかっていうと、これは簡単です。私が反原発活動してるっていうことで、反原発の活動してる人間に向かってもこれは徹底的にアピールしようと、もうそれだけ考えてやってました。でもその上でも、で、それはある程度まで成功の兆しがあったんですけど、ちょっと私の詰めが甘かったなと思うところがあります。で、それを言わせていただきたいんですけど、まず最初に動き出した段階でもう私のっけから必ずスピーチやなんかでは反原発の立場からアクタに断固反対いたしますというふうにアピールを必ず始めてました。
で、それで、ある程度それで周知された部分はあると自負はしていますが、その後の、経産省の、毎週の金曜集会、これがなんとあの芥田のですね、最初の本会議が流れた数日後の、金曜集会はですね、実は前の週の倍以上人が来てたんですよ。で、その来てた人の間から本当に反芥田のアピールがもう数つなぎに出てくるような状態だったんですよ。で、あれをそのままなんでこっちに持ってこれなかったかっていうと、これね、ちょっと私の側に爪の甘さがあったと思うんですよね。で、正直あの金曜集会、はっきり言って私的には大々的にアピールしてました。今芥田成立綱渡りの状況ですから、反芥田の活動を真ん中にしてやってらっしゃる方、仮に原発の活動に関わってない方でもふるってご参加ください、ふるってアピールしてくださいというふうには、これ、やってたんですけど、ただその集会自体の告知、これね、他の方が勝手にやってくださった中にね、反原発、反アクタ、反 TPP 集会っていう風に宣伝してくれてた人もいたんですよ。私早い段階でどうして開き直ってそういう風に宣伝できなかったというのがちょっと後悔ですね。もし仮にそのぐらい開き直ってガンガン押してれば、もうちょっとは連れてこれたんじゃないかなっていう、気持ちがあります。あと、成立してしまった後の動きなんですけど、正直ですね、まあ、撤回を求めるというので、まあ、今あの街頭アピールの行動やなんかあれ未だにやってます。で、それに関してですけど、私の切り口は、芥田本体、これ成立してしまって非常に危険なものである限り、 あるにもかかわらず、相も変わらず世間様には周知されていないと、まだ皆さんご存じないと。その上でその決められたプロセス、どこの独裁国家の院政政治だというようなやり方で決められてたじゃないですか。これはこれ自体が抗議に値するんですよ。民主主義の危機だということで。だから今のところ私、あのこの芥田成立してしまった後、撤回を求める街頭アピールなんか私これからも関わるつもりですし、成立後も関わってますけど、これ芥田撤回というよりは、私はむしろその今のところはその決めたプロセスがいかに民主的でないか、そしてそのことが民主主義の危機だという切り口で今アピールをしています。で、それがこれからますます国内法でもね、ネットに対する締め付け今後強まっていきます。で、その次のアピールにつながるんじゃないかと思って私というふうにしています。それが、まあ、今のところ私の、反省であり、まあ、これからのやり方ですね。で、私はまあ何度も言いますけど、これからまた国内法でネットに対するネット空間に対する攻撃、これが起きてきた時にもやっぱり私はまあ自分がメインでやってる反原発運動とのリンケージ、これを、考えてやっていきたいと思います。で、これが今後の展望です。まあそんな感じです。ありがとうございます。抗議スピーチじゃないとなんかねえっと、誰か次お話しされる方、今回初めてこの反アクター集会というのに参加をさせていただいたんですが、あの何週間か前からあのこういったことが行われているというのは分かってはいたんですが、この今日は反省会ということなので、ちょっと汚い意見というものを申し上げさせていただくとしますとですね、今回初めて参加するのにもかかわらず、非常に申し上げにくいんですけれども、
反原発という形で私は、この1年と少しですねやってきた中で、そうですね、もう連帯をしていこうという部分でのやはり言葉が足りなかったのではないかなと、先ほど哲さんも、申し上げていらっしゃったように、オタク文化を守ろうというのがどうも前面に出ていて、私もちょっとこうなかなか、足を運びづらい雰囲気が、あったということは否めません、ですがそんなこと言ってたって仕方がないと、いうことで、哲さんが、呼びかけてくださった、内容を見てこれはまずいということで、9月の2日ですね、9月の2日に秋葉原のラジオ会館、今度の日曜日もあるそうなんですけれども、秋葉原のラジオ会館で講義をするというので、なんとかこう疲れた体を引きずって、行かなきゃならないということで行ってきたんですけれども、どうもやっぱりそのいろんな観点からの ACT 反対っていうのをもっと訴えていかなきゃいけないで、やっぱり哲さんおっしゃってたように、原発反対という観点からも ACT というのは非常に危険なことなんだ、危険な法案なんだっていうことをもっともっと周知していかなきゃならなかったんだな、そのことに、そうですね、自分が受け身すぎていた、あまりにも私自身が受け身すぎていたなという部分で、これは自戒を込めて申し上げております。もっともっとこう連帯感をアピールする意味で、反原発でこう、流れが大きくなった中で、やっていこうということであれば、その自己主張は少し置いといて連帯感っていうのを、協調性というのを持たせた方が私は良いのではないかと思っております。で、私も自分で脱原発お散歩というのを先月浅草でやったんですが、脱原発というシングルイシューで、前回やったんですが、そこを自分の中で反省をしましてですね、TPP や ACTA の反対、あとその脱原発にとも付随してくる問題、諸問題のことをですね、それをプラカードにして、持ってきてくださいと、浅草という場所なので英語で、アピールすることもぜひ、視野に入れてですね、英語のプラカード、外国語のプラカード、こういうのも大歓迎ということで、自分はやっていきたいと思っておりますので、そうですね、もっともっとアピールの仕方って考えればいろいろ出てくると思うので、どうかですね、主催の方にしましても、反省会っていうのはどうもこう内向きなので、反省するべきは政府の人たち、議員さんとか何も知らないまま決めちゃったんじゃねえかって私は思ってんですけれども、反省するのは私たちじゃないんです、政府なんです。なのでそのあたりを履き違えないように、私たちは私たちの自由と権利を訴えていかなきゃいけないと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。今の方が、言っておられましたけど、ちょっとお名前分かりませんけども、やっぱり今回、個人的に思ったのはですね、今回というか、こういう、社会運動とかでは毎回思い知らされるんですけども、やはりその横の連携の難しさ、これはいろいろな、障害、さまざまなその思想心情から、さまざまなそういう、なんていうのかな、趣味性の違いとかで、毎回これは非常にこの大きな障害になっているというのがありますよね。これは難しいですよね。ということで、どうなったかいらっしゃらなかったら補足する意味で、はい、お願いします。いらっしゃらなかったどなたかいらっしゃいますか。今日反省会でちょっとこんなお葬式みたいで申し訳ないですけども、あ、お願いします。全くの、個人的意見かつちょっと反省ではないかもしれないんですけども、なんかちょっと普段とは違う、雰囲気なんで、ちょっとまた私も違う話を、反原発
というね、抗議とかデモとかという場面ではちょっと言いづらいというかあまり言わないことなんですけども、僕は人生の、まあ、基本スタンスとして、まあ、みんな恋をしよう、楽しく恋して、まあ、それは恋愛だけじゃなくてね、恋をして生きていきましょうっていう、いつもそういうふうに考えて思って行動してるんですけど、で、まあ、恋っていうね、一つの切り口からその今の表現っていうのを、まあ、今日本のね、社会が蔓延している表現っていうのを考えたときに、例えばコンビニ毎日僕利用しますけど、まずね、雑誌コーナーに目が行く、まあほとんど立ち読みしないんですけど、大概もうね、雑誌コーナーなんかはジャニタレのね表紙、鬱陶しいキムタクとかね、にっこり笑ってね、もう毎回毎週毎週だからもう鬱陶しいんだけどさ、鬱陶しい。それでまたちょっとその隣に目移すとポルノね、コンビニ、万人が子供たちも利用するコンビニなんだけど、万人が利用するね、コンビニなんだけど、必ずポルノがある。もうしかもそのポルノって言ったって表紙なんかもうチラッと見ただけでもううわーっていうね、大の男でもうおーっていう誰が買うんだろうこれっていうね、もうちょっともう表現っていう観点からしてもう美的観点が全然ない。でまああとはキオスクかな、今日も帰り電車乗ってきましたけど、キオスクのね見ると新聞の毒々しい表紙、まあ、今僕コンビニの目でキオスク言いましたけど、結局ね恋デスカンテから言った時に、恋がやっぱりね抑圧されてるね、今のこの社会、日本とかまあ他の国は知らないけど、表現恋プリミティブなね根源的なその恋っていう思い、それがやっぱり抑圧されてる。一見そういう、まあ、性とかねが恋とか売り物にしてるんだけど、もう売り物なんですよ恋とか性とかね、完全にもう売り物、値札がついてて、ジャニタレのね先導のもとにやらなきゃいけない私たちは恋を、そういう、ね、自由なね気持ちのね発露がもう抑圧されてる、もうぎゅうぎゅうに押し詰められて、もう息ができない感じになってる。だから先ほど横の連帯って話もありましたけど、僕も秋葉原のね芥田反対の抗議参加させていただいたんですけど、すごく反応が良かったですね。だ秋葉原オタクとか言われてますけど、やっぱりあの街のいいところはやっぱりその行為っていう部分をね自然なね、まだその気持ちとかそういうのを、まあ、アニメっていう媒体を通してだけど大事にしようっていう気持ちがやっぱりあるんですよ。だそういう部分ですごく僕も秋葉原、全然アニメは興味ないんですけど、すごく共感しましたね。だそのいわゆる芥田推進、まあ、為政者権力側っていうのはやっぱりそういう、先ほどありましたその欲の連帯というのが自然な気持ちの発露とかそのつながりっていうのかな、そういうのをねやっぱりね抑圧したい理由は知りませんよ。自分の青春時代そういうのなかったから、もう民がそういうのやってるとね気に食わないから抑圧するのが知りませんけどね、反動でもう青春の反動でもう気に食わないからもうそういうふうにやるのか知りませんけど、先週もここで ご夫婦がネットを通して、ね、結婚されてすごく仲難しくここでアピールしてくださいましたね。すごくいいね雰囲気でしたね、羨ましいと思って。僕なんか彼女いないで、もしいらっしゃいましたら声かけてください。でごめんなさい、話が脱線しました、ごめんなさい。反省としてちょっとずれましたけども、やっぱり横の連帯、今こう言って言いましたけど、その楽しさの部分、どうしても反原発とかこういう抗議っていう観点でね、こういう張り上げるとかそういう形になってしまいますけれども、だから秋葉原のアプローチなんかすごくいいと思うんです。だから秋葉原を足がかりとして彼らとまた連帯し、またこの霞が関をね抜け出て、この東京にいろんな街あるんですから、本当に真摯に語りかければ、どれほどね秋葉原の人たち、人々っていうのがそれに本当にその場です
対応あの反応してくれとかっていうのを僕も肌身に感じましたので、アクター残念ながら成立してしまいましたけども、各国の六角の協定が必要です。これは逆の意味で言えば、私たちが世界に目を向けて世界と連帯する大いなるチャンスでもある。そして、ね、私たちが決してどんな状況になっても諦めてない。そして間違ったそのプロセス、民主的でないプロセスに対しては、それが何であれそれ間違ってるということを粘り強く訴えていくんだということをね、このアクタの会議を通して私たちは自分たちに確かめ、そして人々にアプローチしていけると思うんですよ。ですからこれは私はとても大いなるチャンスだと思います。そうだ、ね、みんな反映された皆様、ね、楽しくアプロいる方はいいですよ、もうね、パートナーがいる方はいいですけども、一人の方は恋もして ね、いい男いい女いっぱいいますよ。僕なんかもね、じっと見ちゃいますけど、恋もして楽しく今後もね活動していきましょう。以上です。ありがとうございました。ちょっと思い出して、これ始まる前にできるだけ主催者としての発言控えて、ネット上とかで、僕たちは発信して、この講義の場ではぜひ皆さんの声をどんどん話していただこうって感じで趣旨でやっています。なので皆さん、お話ししたい方があれば、ぜひ積極的に声を上げて、そしてOffice99 のサイトですとか、僕もツイッターなんかもやってるんで、主催の人たちがどんな思いでやってるのかっていうのを、注目していただいて、この木曜日の官邸前の講義盛り上げていけたらなと思っております。アクタの方で発見するの初めてなんで、ちょっとどちらかっちゃったらごめんなさいです。検閲ですとか監視ですとか、自由を奪うようなそういう動き、匂い、そういうのが世の中に出てきたときに、僕らは割とすぐにここにいるような人たちは、それこそ過敏にやばいと思って反応して、反応したりするんじゃないか、少なくともやばいと思ったりする人が多いんじゃないかと思います。今日、見て郵送とかもやってるのかなの方なんかも思ったりする、そういう方が多いんじゃないかと思います。ですけど僕の周りにも、そうでない人とかもやっぱりたくさんいて、なんつうのかな、そんなことにすぐ気になっちゃうっていうのは、なんかやましいことがあるんだろうとか、自由とかね、そういうとか、検閲とか監視とかそういうのが出て、そういうようなことを連想させるようなこと、あるいはつながっていく可能性があるようなこと、そういうのが取り沙汰されてるときに、されてきたときに、それに対してちょっとこれおかしいよなとかいうような声を上げたり、ちょっと会話の中でとかで出てきたりしても、お前そんなこと気になるってなんかやばいことでも考えてんじゃねえの、あるいは犯罪に手を染めてんのかとかね、あるいは国家の転覆を図ってんじゃねえのかとか、いろいろ言われたりします。だけどちょっと考えてみて、そういう人たち、僕はそんな大冗談構えて偉そうに言うのもなんですけども、ちょっと思っていただきたいのは、僕らの生活の周りにはいろいろ危なっかしいことがたくさん隠れてると思うんです。例えばで、そういう危なっかしいこと、あるいは存在、人ですよね、との間には実は利害が一致してないんです。例えば僕の家から大したものありませんけれども、金品を奪おうとする泥棒と僕の間には利害が一致してないんですよ。だから僕はその金品を守ろうとする、でその人たちはその金品を奪おうとする、利害が一致してないんです。それは分かりやすいところだと思うんですけども、
その相手が力を持った人、例えば国家、そういうものと僕ら個人の間で利害が一致しない、そういうことがあり得るんです。そういう時のために僕らはいろんなものの自由を僕らの方から守って積極的に奪われるんじゃないかっていうことを監視して守ってかなきゃいけないと思ってるんです。なぜならそれだけが僕らの武器なんですよ。自由、情報、行動の自由、情報を得る自由、情報を発信する自由、そして行動をする自由、それを奪われてたら何にもできないんです。抵抗ができない。僕らは生活の中で何か大きな力に対して抵抗しなきゃならないなんてことはなかなか起きません。だけど今、まあ今ちょっといろいろ大変があって全然平和じゃないけど、何もなさそうに思えるその中で、そういう緊張関係というか抵抗しなきゃならないもの、そういうものを意識するのは難しい状態かもしれませんけども、いつでもそれはあり得るんです。僕らは原発の事故、もうあれは原発事故っていうのはちょっともうおかしい、原発爆発事件だってよく言ってるんですけど、あれを受けて僕らはそれから1年半、その間いろんなこの国の中で、あるいは国の外も含めて大きな力を持ってる人たちが僕らから情報を遠ざけようとしたり、あるいは僕らが原発が危ない、そんな簡単なことを僕ら怖い目に遭いました。今でも会い続けてるんだけれども、それに対して声を上げる、そんなことに対してもいろんな圧力が、それだけのことのためにいろんな圧力がかかってきてる。僕らが生命の自由を叫ぶ、そんなことだけのために圧力がかかるんです。実感できたとこだと思います。僕らはもっと過敏にならなきゃならないと思います。アクタに対して拡大解釈が過ぎるとかいろんな声があります。だけども僕らはアクタに対して危険な匂いを嗅ぎ取った。明らかに危険な匂い、危険な動きの一端がある。これはどんな人でも思うんじゃないかと思うんです。はっきりとした条文としてどう書かれているか、それももちろん重要ですけれども、そこに僕らの最終兵器であるところの自由を脅かす匂い、それが感じられたものに対して動く、おかしい、思う、危険だと思う、そういう意識を、まあ偉そうに僕らが言うのも、僕が言うのもなんですけれども、もっとそれに頭のいい人たちはたくさんいると思う、思ってもらいたいと思います。その頭の良さをうまく、まあそういうのもそれはそれでかわして生きていくとかね、そういう処世術みたいのじゃなくて、本当に僕らと同じことを繰り返しますけれども、僕ら個人と大きな力を持っている人たちとの間に利害の不一致が生じたときに、唯一の武器である自由、行動の自由、情報を得る自由、情報を発信する自由、それだけが唯一の武器なんです。それを失わないための、感覚を僕らはより鋭敏にして、そして持ち続けなきゃならないと思います。ちょっとアクタそのものとはずれちゃったかもしれませんけど、最近思ってることです。今原発はもちろんですけれども、 TPP ですとか、世界っていうか、今日本に、僕ら個人に、日本という地域に住む市民にたくさんの圧力がかかってきてます。しかも半ば秘密裏に、いろいろなことを気をつけたいと思います。共に
頑張りましょう。自由を守るために。ありがとうございました。